どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、究極のヒーローデッキをね作ってまいりました。まあいろんなヒーローデッキあると思うんですけれども、今やっぱ一番強いヒーローデッキって多分ね、なんかエアーマンとか、まあ、罠を積んで、まあ、ある程度罠火みたいな戦うヒーローデッキだと思うんですよ。でもね、俺はね、そんなヒーローデッキはね、ヒーローとは認めん。やっぱヒーローってこういうデッキだから。見て、エクストラデッキ。かっこいいっしょ。フレイムウィングマン、シャイニングフレアウィングマン、コア、グランドマン、グレートトルネード、シャイニングっていう、もうなんか、ザ・10代みたいな、もうほんと10代、ヒーロー最高みたいなエクストラになってるんですよ。今回はこのモンスターたち、全部出します。かっこいいんだよなこれ。やっぱね、いやなんだかんでもこれね、これとこれが好きなんだよね。やっぱシャイニングフリアウィングマンってなんかすげえロマンあるじゃん。わかります？これがやっぱヒーローの中で一番かっこいいと思ってる俺。すげえ出しにくいかと思うじゃんこれ。フレイムウィングマン使うんかいみたいな。これ大丈夫なんですよ、沼地のマシンをっていうね、最強のヒーローがいるから。で、まあ、どうやって出してるかっていうと、まあ、今日は、まあ、ロマンデッキですけど、だいぶですね、やっぱり、ね、ライトロードハンター雷光さんと援軍が来たんで、墓地肥やしを結構できるようになったんですよね、ヒーローデッキでも。で、援軍と、まあ、ライトロードハンター雷光だけで、6枚の墓地が肥やせるし、あと1枚選んで破壊もできるんで、これで、しかもこっち光属性だからさ、シャイニングの相談にもなれるんだけど、だから、こういうギミックなんですよ。まあ、要は墓地を肥やして、ミラクルフュージョンとか、ネクロフュージョンとかで、そのリソース、手札融合ってほら、アドソンだから、アドバンテージリソースをこうそんな使わずに墓地から融合してヒーローも出していくっていう、まあ、そういうデッキですね今回のデッキは。まあだから強いヒーローこことかここ、あとはグランドマンを出すようにね、グランドマンを出すように、一応ネオス、一応とか言ってるけどネオスとか、まあ、スパークマンはこれシャイニングフレアウィングマンの素材なんで、これ入ってるんですけど、まあ、この辺のモンスターを、まあ、しっかりと採用しながら墓地融合と、まあ、手札融合をうまく組み合わせてヒーローでゴリ押すっていうデッキです。やっぱねかっこいいの、ヒーローかっこいいんだよね。うん、ただただかっこいいので、グランドマンも結構強くて、これ戦闘で破壊する、通常モンスター2体で作れるんですけど、ヒーローの戦闘で相手モンスターを破壊すると自身をリリースして、エレメンタルヒーローの融合モンスターを1体、召喚条件を無視って特殊召喚できるよっていうことなんで、これ全部出せるんですよ、召喚条件無視するんで。だからまあこれのシャイニングフレアウィングマンとか、コアとか、まあ、こういうモンスターもバンバン出していけるっていうねことで、早速ね究極のヒーローデッキをお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ本日もねルーム、戦で遊んでいる時の、様子をご覧いただきたいと思います。光の援軍の効果発動で、お父さん、光のお父さんを持ってきて、いいぜ、なかなかいいんじゃないか。で、光のお父さんをセットしていいな。初動セット でターン終了で、結構このライドヒーロー楽しいんですよ、ね、墓地超えてミラクルフュージョンとか打てるんで、まあ、ミラクルフュージョンが引けないと、ミラクルか、まあネクロフュージョンが引けないとちょっと意味ないんですけど、まあ、このカード今手札 にミラクルフュージョン引けてるんで、結構、まあ、6枚入ってるんでね、デッキの中に、まあ、そこそこ引けるんですけど、楽しいです。今墓地のリソースを使って融合できるっていうね。さあ DVSE ですね、 DVSE 来た、融合なんだ、2体か、2体融合、あデッドリガー OK、 デッドリガー OK、 だろ以外ディアボリックガイ、おうディアボリックガイ、お強いね、強いじゃん、強いね、それ強くないか、それ結構強いぞ。え、3体リリース、カニディじゃん、デステレヒーローカニディ来た、カニディだ、強い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 、モンスター効果は使えなかった、きついな、きついな、やべえ、お父さんがパクられる、やばい、きつい、厳しい、それは非常に厳しい。なるほど、まず沼地のマシン王の効果で融合を持ってきて、でだ、スパークマン、
召喚でいいな。ねえ、ミラクルフュージョン発動、行くぜ。俺はエレメンタルヒーロースパークマンとエレメンタルヒーロー沼地のマシンの魂をこのゲームから除去し、現れよ究極の輝きを放て、エレメンタルヒーローシャイニングフレアウィングマン。カードを置いてセット、スキル発動、ヒーローの戦う舞台だ、バトル食らえ、シャイニングシュートよし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 、ターン終了。アップレー、このカニディが何がプロデュースのバカだれが運命のせいでやばい、ちょやめろって。すぐシャイニングフレアウィングマンの打点超えるな、まだ超えてない、まだ超えてはいない、大丈夫だ、まだ超えてはいない。ただあいつ殴れねえんだよな、あいつ殴れねえんだよな、あいつ殴れねえのめんどくせえな。ドロー、バーストレディ、バーストレディ、バーストバーストしちゃいます、バーストレディはちょっとこれバーストレディはターンの人しかないか、何も出せないからな、フレームウィングマンも出せないしな、ターンしろしかないか、これは厳しいな。バーストレディってなんだよなんでなんでこんなやつ入ってんだよ。バイオンいいだろう、バイオンいいだろう、やべえ、融合か、やばい、ワイのシャイニングフレアウィングマンが突破されてしまう。ディアボリック解除ました、ディアボリック解除、ついにね OCG では純制限になりましたから、また厳しいぜディアボリック解除。ちょっとヒーローデッキは3枚積んで OK ってことしない、他のデッキに出張するのは NG だけど、なんかヒーローだけは3枚積んでいいっていう特例にしない。でアドレーション、うわ強っ、強すぎなんだけど、ふざけんなよ、やばいって。アドレーションで1600下げられていく、1200になっちゃった、まずい、非常にまずい、非常にまずい。それはまあ別にで殴られる、でバトルステップ、ネクロフュージョンの効果発動、墓地よりこれ裏側なんだよな、除外するの、まあいいや、こっちだ、ヒーローおよび光属性モンスターをゲームから除外し、現れよエレメンタルヒーローザ・シャイニングこれで打点は3000ぐらいなってるはず、2900OK でドロースパークマン、あ天才、いけ融合発動、あそうか、グランドマンしか出せない、まあいいや、これは通常モンスター2体でグランドマン出して打点めっちゃ低いけど、これさコアじゃね、これ魂のコアじゃね、これ魂のコアじゃね、コアでコアでアドレーションぶん殴ってで効果であいつ破壊じゃない、どっちにしても殴れないからあの人だ、こうじゃない、3体のエレメンタルヒーローの魂を埋葬し、現れよエレメンタルヒーローコアかっこ漫画マンカード、いけ、そしてうるせえ黙れ、バトルエレクトロマグネティックインダクションあ、なにホイズマン、まあ、やるな、コアの効果発動、バトルフェイズを行った場合ディシジョン回を破壊できるぜ、強っ、最強だ。でこの、コアは殴り返されるときだけなんですけど、あの打点が倍になります、つまり5400、最大打点は5400、つまり赤い彗星でもないと突破はできない。ディバイン街やばい、ディバイン街はシンプルにやばい、2枚ドローはやばい、バイオン融合やばい、ちょ3体融合だけやめてくれないかな、3体融合だけマジでやめて、地下融合は大丈夫、地下融合は大丈夫、あれはねフィールドから融合できるっていうかですね、あなるほど、やべえ、ポイズナーってなんだっけ、ポイズナー、あそんな効果あんの、そんな効果あるんですか、そんな効果持ってんの、強くね、ドロー、ネクロフュージョン OK セット、ネクロフュージョンで出せるモンスターはまあそこそこいるな、バトルでこれぶん殴っていく、でデステリーシグナル、やばいぞ、なんだこのいい試合はあやばい、あでもか強い、でも強い、あぶれあっぶれ、おっしゃコア最強だ、コアゲーじゃん、エレメンタルヒーローってコアゲーだったんですね、ターン終了時ネクロフュージョンの効果を発動、
俺は通常モンスター2体をゲームから除外し、エレメンタルヒーローグランドマンを融合召喚。打点めっちゃ低いぞ。いくつだこれ。4と4で、4と3か、4、3で、2100ヒック。うわー、来たけど何もできない。やべ、バトル食らえ。エレクトロマグネティックインダクション。ガチャ楽しいデュエルだったぜ。さあ、お相手の方、お、ま、1、10、100、1000、万丈目さんだ。ドロー。援軍2枚はガチ強くない。援軍2はガチ強いけどな。流行落ちねえか、さすがに。さすがに援軍先打っていいわ。で、あと雷光さん引っ張ってきて、あ、でも落ち方弱えな。落ち方弱い。あ、でも沼地落ちてんな。沼地落ちてんの強い。となんかいい感じのやつ落ちて。あ、いいね。いいね。ええやん。もうシャイニングレアウィングも出るやん、これ。シャイニングレアウィングは出るやん。天才やん。エレメンタルヒーロー、ブレイズマンの効果発動。流行を手札に加えていくぜ。そして、融合発動。ヒーローと。光属性モンスターの魂を墓地に送り、エレメンタルヒーローザ・シャイニングを融合召喚。そして俺は手札よりミラクルフュージョン発動。墓地のこのカードは墓地のエレメンタルヒーローモンスターの魂をゲームから除外し、エレメンタルヒーローモンスターを融合召喚できるのさ。いけ、エレメンタルヒーローシャイニングフレアウィングマン。かっこいい。この盤面かっけー。やばい、バトルいけ、シャイニングシュート。やるな、なかなかやるじゃねえか。お邪魔ブレいいだろう。お邪魔カードをね、2枚サーチできるっていう最強カードいいだろう。シャイニングの効果なんだっけな、効果じゃない、攻撃名オプティカルストーンも OK で、墓地には何がいるかっていうと、風ヒーローもいるし、光もいると。なるほど。オプティカルストーム、ターン終了。どうした、それで終わりか。デュエル最高、ヒーロー最高、デュエル最高。お邪魔ッチングいいだろう。お邪魔ッチング、あ、お邪魔ッチング、お邪魔ッチングね、オッケー。お邪魔ッチング、お邪魔ッチング、オッケー。お邪魔ッチング速攻魔法なんでね、このドローフェーズに打てると強い。で、アームドドラゴンレベル、3をドローフェーズに立てることができるんで、スタンバイフェーズで、アームドドラゴンレベル3を変身してレベル5に、できるっていう、これが結構強いですね。で、お邪魔ブルーで手札めっちゃ増える。手札めっちゃ増えた。手札めっちゃ増えて、で、お邪魔、アームドレベル3が2体変身ですね、俺は。2体変身。いいよ、全く問題ない。アームドドラゴンレベル5は、手札からモンスターを捨てると、捨てたモンスターの攻撃力より、以下の攻撃力を持ってる相手のフィールドのモンスターを破壊できるよっていう効果。ターン1制限はありません。ただし手札に高攻撃力があるモンスターを持ってないといけないんで、それがちょっと若干弱いというセット。いいでしょう、殴れない。 OK、 でエンドフェーズ、ネクロフュージョンの効果発動。墓地のエレメンタルヒーロー、そして家族性モンスターをゲームから除外し、現れよ、渦巻くヒーロー、エレメンタルヒーロー、グレイトトルネード。しゃー、スーパーステル、いや強っ、なんだこの盤面、神ゲーだ。バトル究極の輝きを放て、シャイニングシュート。ガチャ楽しいデュエルだったぜ。ヒーロー最高。さあ、お相手の方、ヘルカイザー両選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。サイバーバックロー、お、いいね。やっぱね、この、あ、今あのルーム、エンタメルームで撮影してるんですが、やっぱ結構みんなキャラっぽいデッキ、キャラクターに寄せたデッキを使ってくれるんで、結構やっぱ楽しいですね。なるほど。ただなんだかんだこのライコーは強い。ただこれ結構ホーンはやべえな。ホーンはシンプルにやばい。貫通するんで、あの人結構やばいですよね。雷光の貫通のようにクソ痛いっていう、しゃあないか。結構ね、いろんなデッキいるんですけど、やっぱね、
そのキャラっぽいデッキをみんなたくさん使ってくれるんで、割とそうなんだろうな、まあ原作チックな。やばいこれなんか落ちないと死ぬぞ俺。あでも雷光の効果がいけるか。雷光の効果でさすがにさすがに苦労だね。さすがに苦労じゃないと死ぬから。オッケーね、融合と沼地落ちた、沼地落ちた、沼地落ちた。なるほど、沼地と光が落ちてる。でヒードを来た。しない説あるな。ブレイズマン召喚、召喚で召喚して、召喚していいえでブレイズマン効果、これはスパークマンじゃないかな。スパークマン、スパーどうしてもシャイニングフリアウィングマンを出したい。で好きだとヒードの戦う舞台だぜ。よし、融合、融合すると一応シャイニング出せんのか。シャイニング出す必要あるかな。一応シャイニング出す必要あるか。シャイニング出して打点はそもそも高くしてた方がいいよね、さすがに。でエレメンタルヒーローと光属性の魂を合体、融合召喚、エレメンタルヒーロー、ザ・シャイニング。あとシャイニングっていう映画おもろいよね。でバトルですね。オプティカルストーム、オプティカルストーム、しょらー、サイバーダークローの効果回収していく。クローブ、お、いいね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 、かっこいいねそれ、それはかっこいい非常に。でサイバーダカロンの効果、あいいね、強いねいいね、デッキトップカロンいいね、サイバーダケッチ OK。 まあ多分ねネクロフュージョンがあるからなんとかなるとは思います、多分ね。でサイバーダケッチ OK、 ダイレクトは結構やばいんだな、ね、カノンは OK、 いいよ問題ない、ディシミューション OK、 いいよ、オッケー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 、いいだろう。なんかあれだろうね、多分ね外国流系の多分モンスター出したいんだろうね、多分だけどね。あーオッケーオッケーオッケー、これで多分キールが落ちたんで、これで多分準備は整ったって感じなんですよ、多分向こうは。私はゲームからエレメンタルヒーロースパークマンとエレメンタルヒーロー、フレイム沼地マンをゲームから除外し、エレメンタルヒーローシャイニングフレアウィングマンを融合召喚。じゃあ行くぜ。お、最強カード来たわ、最強カード来た。これ無慈悲すぎ、これカノン破壊無慈悲すぎるけど、カノン破壊し、カノン破壊無慈悲じゃない、これ相当無慈悲これ無慈悲すぎんだろ。いやこれやってることやばい、ちょっとかわいそうだな。ちょ外国で見るまであんねん、外国で見る、外国で見るか。ちょっとこれとりあえずぶん殴っていいですか。でここで、2800万押してぶん殴って、いやーこれ見るよ、一回見よう、次のターン何もしてこなかったら殺すわ、一回見よう。多分ね出したいんだよ、多分出したいの、多分彼はね出したいはず、最強モンスターを、最強モンスター出したいはずだ。サイバーリオン来た、お、やばい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 、で融合おっと来たぞ、サイバーエンドか、これは来たか、これはお、なんだティルダがいいか、1234体だと、なに、これが俺様が生き残るための最後のあがきだ、サイバーダークインパクトの効果発動、うわサイバーダーク本エッジケールをデッキに戻し、外国流サイバーダークドラゴンを融合召喚、そしてサイバーダークドラゴンの効果発動、墓地のドラゴン族モンスターを装備やべえ盤面きた、キメラテックオーバードラゴン4連打、あライフない、ちょっとごめんって、ライフもないんだよ俺、申し訳ねえ、それはガッチャ楽しいビルだったぜ。